7月11日木曜日。今日の天気は曇り後雨。日本放送、鈴木哲夫の、OK! 工事、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 工事,工事,工事、えー。午前6時を過ぎました。おはようございます。 ジャーナリストの鈴木哲夫ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。今週の OK コージーアップはお休み中の飯田浩アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りしています。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。あの、時々、あの、飯田さんがね、はい、休んでくださるおかげで、<laughs> こうやってチャンスをいただいて、あのー、うん、本当にね、 このまあもう60過ぎてますけどずっと報道をやってきたんだけど、うん、テレビだったでしょはいでねこの年になってこのラジオっていうねメディアに挑戦させてこうやってもらえてありがとうございますいやこちらこそありがとうございます <laughs> スタッフの皆さんありがとうございますえいやいい今まさにね参院選での、ねうん、取材を忙してと思うんです昨日,、ね、昨日実はあの私名古屋に夜までいましてね、はい まあちょっとある政治家の、まあ、集まり、顔出して、え、大物、まあ政治、まあちょっと選挙始まってるんで、なかなかね、個別にはちょっと、なかなか言えませんが、あの、取材をして、で、名古屋もなかなか激戦で、各政党が出馬してるんですよね。だから、そういう中で、誰がというよりも勝ち方ですよ。例えばね、野党で言えば、 立憲民主党と国民民主党は一つにならないで戦ってる。じゃあ、どっちがより勝つかによって。うん、その後のなんかこう野党再編の主導権をどう握るかとかね。まあ、そんな影響も、まあ、名古屋の場合出てくるんでしょうけど、ねはいと。ところでですよ。はい。まあ、選挙は選挙なんですが。はいはい、名古屋めっていうじゃないですか。うん、言いますね。新庄さん、名古屋めって何があるんですか。あ 私はひつまぶしとか好きですかねああ、パターンですね。僕ね、僕一番好きなのはね、<ー>あんかけス,スパなんですよ。え、あんかけスパあんかけ、そう、スパゲティにね、あんをかけた、<へ>これ、横井っていうね、うう元祖のこの喫茶店みたいなところが、栄っていう街のね、真ん中にあって、ほ<う>とスパゲティにこう、ちょっとあんをかけて、<ー>でね、上にね、もう芸術的なんだけど、 よくあのほら料理のね映像なんかでコマーシャルなんかで例えばだしを取る時にパラパラパラッとこうかつお節が降ってくるような映像あるでしょありますねあの調子でかつお節じゃなくてウインナーソーセージをすく<え> <laughs> 切った<う>ウインナーソーセージをすく切ったのがパラパラパラってかかってるようなスパゲティなんですよへえ<ー>、ね、これはね最初の頃 B 級なんて言われてたけど最高に美味しい うで,、うん、で昨日夜それ食べて帰ろうかと思ったんですけど、うん、あの昨日ほら帰ってこないと今日この <laughs> からあるら、はい、昨日は食べられなかったんだけどああそうだったんだ、ねね、あともう一つ時間のきしめんきしめんこれね、うん、一番おいしいのは、うん、名古屋駅の新幹線のホームのきしめんなんです新幹線のホームですそうそうだからねタクシーの運転手さんがわざわざあの周りに車駅の周り止めて、うん、入場券を買って入って でそのホームのこまでして食べたいんですね。そうそう、タクシーの運転手さんから聞いた。<う>地元の人が一番うまいって言うんだから多分そこが一番美味しいのかなで間違いないですよね。そう、そこはまだね、食べたことないのでっていうことで。 選挙の話はどこへ行ったんだといや、ね、<laughs> いやいやいや。いやでも名古屋行って見るときにね、すごく参考になりますね。うん、あんかけスパゲッティと横井、ね、横井さん。あと新幹線のホームにある、岸面 <laughs> これはもう地元のもう知り尽くしているタクシーの運転手さんの大水槽。ね、<laughs> そんなちょっと話ですよ。耳ありな情報がありました。<laughs> はい、そして実はメールもいただいてですね、はい、あの中央区にお住まいのマッチーさん、女性の方はあ、テレビ、ラジオでいつもコメンテーターとして登場している鈴木哲夫さん、喋って進行しているのを聞くのは、はい 初めてとても新鮮で朝からワクワクしていますというのをいただいておりますのでああそうそう帰ってちょっと緊張しちゃいますね、えー。この後8時までよろしくお願いします。はいね、よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。OK コージーアップはリスナーのあなたや鈴木哲夫さん、そして私や番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中で紹介していきます。 この後7時台取り上げるニュースについてご紹介します。えー、まず7時台の頭ガチンコニュースアップですが、漢方保険、顧客に不利益となる保険契約9万件以上判明というニュース。えー、続いておはようニュースネットワーク1本目、WTO 会合で韓国が、えー、輸出規制を非難、日本は反論。 ネットワーク2本目は、アメリカ軍がイラン沖の安全確保のため、有志連合結成の考えを示すというニュース。教えてニュースキーワードは、ハンセン病保障法改正。えそして最後ですね、ここだけニューススクープアップのコーナーは、東京オリンピックまで間もなく1年、都庁で当地の展示始まるというニュースを取り上げます。 ニュースに関するご意見、そして鈴木哲夫さんに聞きたいことなど、ぜひお寄せください。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。必ず住所お名前をお書きの上お送りください。はい。あなたからの本音のオピニオンお待ちしてます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メールがいろいろと届いているのでご紹介していきたいと思います。えたくさんいただいてます。はい、えっとね、まず一つですが、荒川区のラジオネームミッドナイトストーリーさんからですね、はいえー、さていよいよ参院選ですが、いまいち盛り上がっていない感じがしますと。やはり有権者は争点をはっきり認識してないんでしょうかねということなんですが、うん、これね、僕選挙の度いつも言ってるんですけど、まあよく争点は何ってこう、うん ね、新聞で書いてあったり、ね、あと政治家が言いますよね。実際にその今度の選挙はこれを問う争点ですってね。うん、政治家は自分が勝ちたいんだから。 自分に都合のいい争点しか言わないんですよ。はい、だってそうでしょ、ええ、うん。あの、マイナスになることをわざわざ争点なんて言わない。だから、これが争点です。それを私がやってますから、ぜひ一票という都合のいい争点しか言わない。うん、マスコミはマスコミで一生懸命取材してますけど、これはマスコミが考えた争点。うん、争点っていうのはね、有権者、一人一人が考えなきゃいけないんですよ。もう、一人一人によって違う,てう全然違っていい。だから、お隣の人が違うとんでもない争点を持ってたって、それはいいわけ。うん、で、自分は自分の争点を持って。 国民主権ってそういういことなんですよ、はい、だから争点はね自分がまず決めるってことです。自分で見つけると、うん。なんて言われようと笑われようといやいや俺はうちの裏のねあのなんか道路があれでこの道路なんとこれが俺の争点だったらそれでいいんです、うん、それに合わせて候補者を見てうん、うん、あこの人が近いなっていう人に入れていく。だからね争点を与えられるもんじゃなくて自分でね遠慮なく気にせず自分の争点を作る。 だからそれが僕の答えですね。はい。えー、まだまだご意見お待ちしております。メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドットコムです。 時刻は6時58分になるところです。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝のスペシャルパーソナリティは鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。メールいただいておりまして、はい、平塚市にお住まいの村さんから、えしめんについて、新幹線名古屋駅ホームのきしめんは本当に美味しいです。鰹、うん、節がたくさん乗っていて、それがもう美味しくて、<ー>僕も時々きしめんを食べるために、小田原から新幹線に乗って名古屋まで行きますよーっふうに。はなるほど。 これあの、なんか、企画なりませんかねんあの、駅のホームの、め、ああ麺、麺を食べるツアー、ーちょっとやりませんか楽しそうですね。いやね、そこが一番美味しいっていうのはすごいですよね。ね、うん、もうこれぜひ食べてみたいですよね。はい、あの、7時台はニュース解説よろしくお願いします。あはい、ニュースの方ですね。わかりました。お知らせを挟んで、7時になるところです。7月11日木曜日、時刻は7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です。 おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です。今週の OK 工事ーーアップは飯田浩アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝はジャ,ーナジャーナリストの鈴木哲夫さんがパーソナリティを担当しております。はい。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。7時台はニュースを掘り下げてまいります。それでは7時台最初のニュース、こちらです。漢方保険、顧客に不利益となる保険契約、え、保険契約9万件以上判明。 契約乗り換え時のお客様への不利益を未然に防ぐための仕組みが十分でなかったこと、お客様本位の考え方が保険募集において徹底できなかったことがあると認識をしておりまかんぽ生命保険の上平社長はきのう、記者会見し、顧客に対し不利益となる保険契約が9万件以上もあったことが分かりました。 新旧の契約の保険料を6ヶ月以上、故意に二重払いさせていたケースが、およそ2万2000件あったほか、顧客が古い契約を解約してから新しい契約を結ぶまでの間、一時的に無保険状態となったケースなど、多数明らかになっています。 また、上平社長は多数の顧客に不利益を生じさせたことを謝罪しまして、今後は対策本部を設置。第三者委員会も設置して調査を進める方針です。うん。まあ、第三者委員会しかありませんよ。うん、身内のことを身内の中であのね、9万件ですよ。まあ、どれだけあるのっていう感じでしょ。それで、まあ、結局はその保険のね、 えー、このまあ買える時期にね二重にお金を取ってたりなんだりつ。はい でもまあ今ずっと言われてるのは実はそのノルマ主義っていうかねものすごい実はノルマが課せられていてそれからこれ給与にもねその契約件数を取るどれだけ取れたかが給与にも影響してくるという給料にね。ということでもうやらざるを得なかったんだというようなまあそういうふうな今こう状況になっているんですね。でまあこれを徹底して調べてまあ昨日一応トップは謝りましたけどもあの実はねそのこのやっぱり問題が表に 出てから実際に官報、えーえー、でね働いている現場の社員とかね、うん、それから、まああのまあ、郵便局ですよね郵便局の局長とかそういう現役の人たちからいっぱいね今とにかく告発じゃないけど、えー、報道機関に実はこういうことだこういうことだっていう、まあ、要するに、まあ、垂れ込みとは言わないが。 実態をね、ぶったいてくるのものすごく今多いんですよね。うん、で、それがまあ、例えばね、一つあの、これあの、ブロックして西日本新聞っていうね、はい、あの、ところなんかそれを特集してましたけどね。ええええ、それをね、ちょっと見てみると、例えばね、この現役の郵便局長から、まあ、その、新聞社に情報が来てね。うん、で、その局長は何て言ってたかというと、その不適切営業っていうのは、これ官報の話ですけれども、実は対岸の火事でノルマっていうのがすごく郵便局にもある。うん、ほら。 年賀状を売るとか、あ,<ー>あの辺であったじゃないですか、これだけ売れとかね。えー、はい。このノルマ主義っていうのが実は全体にあるんだっていうのがあったり、あとね、手口っていうのをね、その実際の、その、まあ、社員の人がね、あの、まあ、告発してきたケースもあってね。えー、で、まあ、どういうことかって、例えばね、これ皆さん本当に気をつけてほしいんだけど、例えば、事前にね、こう、ゆうちょ銀行に貯金してる人いますよね。はい。で、この預金だ残高を、 その営業マンが調べるんですって。ね。どれだけこの人は友長銀行に貯金があるか調べて、そして、高齢者の方の自宅を訪問するんです。で、なんて言うかというと、70歳以上だと、まあ、あの、子供さんのね、同席なんかもいるんだけども、その時の、まあ、口どき文句じゃないけども、貯蓄が高いとね、つまり貯金がたくさんあると、高齢者施設に入れませんよ、と。うね。 だだたくさん貯金持ってる人は高齢者施設に入れない、受け入れてくれないから、はい、だからもうこの際貯金を取り崩してね、で貯金額を少なくしといた方が高齢者施設に入りますよ。その取り崩した分で保険に入りませんかっていうようなことを、<ー>こういう、まあ、手口で実際に自分はやったっていう、そういうもう勇気ある告発っていうかね、ですよね。白、まあ白状してるわけ。うん、こういうケースがね、すごくある。で、一方で、 実はやっぱりその真面目に一生懸命やりたいんだけれどもっていう人もたくさん,んでもこのノルマノルマでもう結局こういうことが向上化してるっていうんですね。これね、もうね、もはや詐欺ですよ。ね。詐欺。だから、あの、やっぱり中で調べる、中で調べる。第三者よりは、あの、調べるよりは第三者でね。 きっちりこれを出してもらわないいとと困ると思いますね、はいえー、この時間は、漢方保険顧客に不利益となる保険契約9万件以上判明というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。 今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんと一緒にお送りしていきますこの時間に取り上げるニュースはこちらです WTO 会合で韓国が輸出規制を非難日本は反論韓国政府は9日ジュネーブで行われた WTO 世界貿易機関の物品貿易理事会で 日本政府による半導体材料の輸出規制強化について貿易を歪める措置だと強く非難し撤回を求めましたこれに対し日本側は WTO 協定と完全に一致していると反論していますえ韓国のソン・ユンモ産業通商資源大臣はこの輸出規制強化をめぐってえ12日の午後に東京で日本側と協議する方向で調整していることも明らかにしていますはい、はい まあこれは輸出規制強化、まあ、WTO でね、えーまあ、韓国はああいうふうに訴えてきたんだけれども、はいおまあ、日本は反論したと、えーまあ、これがその規制に強化に当たるのかね、WTO の,のいわゆる取り決めに反するのか、はい、僕はそのまあ違反、違法性っていうのは、 どうも、韓国側の理屈は通らないんじゃないかなとは思います。はい、思いますね。で、まあこの問題は、あの、多分この番組でもずっと、あの、今週もね、あの、取り上げてきて皆さんいろんな視点から、あの、多分話をされてると思うんだけど、僕は僕なりのちょっと視点でね、あの、ちょっと問題を、 考えるきっかけを作りたいんだけど、はい、その今までも日韓関係っていうのはいろいろありましたよねこれやっぱりまあ戦後のまさにあの戦争以降ですねそれが常にやっぱり中心にあって日韓関係っていうのは結構こうギスギスしてそしてまあ前に進みってこう繰り返してきた、はい、でその中でねやっぱり揉めた時にあの政府同士つまり国同士政府同士っていうのは 喧嘩をしても必ずそれをうまくまとめるために機能してたのがまあある意味では3つあるんですね、はい、で一つはやっぱこれが一番大きいと思うんです。議員外交要するに政府同士でいろいろあれしてても議員がまあ要するに中心になって議員外交という自由な立場でその韓国とまあ韓国にももちろ国会議員ね議員団がお互い日本の国会議員同士で下地をこう作ってそして まあ、うまくバランスを取っていくっていうね人。で、二つ目は、民間の、要するに、経済団体、財界とかね。もう民間の要するに経済交流みたいな。だこういうもので、政治同士が喧嘩してても、まあ、そこでうまく話を、まあ、していこうっていうね。で、三つ目は、まあ、スポーツ文化ですよね。これは文化って、例えば、ほら、韓流のドラマだ、映画だ、音楽だね、はいえー。で、日本のはなかなか向こうで規制されて、音楽聞けなかったりもしたけれども、そういう文化と、あとスポーツですよね。ええ こういうもので、とにかくその、まあ二重外交って言うと言葉は悪く聞こえるんだけども、ある意味ではすごく意味があって、えー、国同士、政府同士が喧嘩してても、実はそういうところでうまくつなげ、そしていつかこう糸口がつかめて、そういうバランスがあったんだけど、うん、今回はね、やっぱこの後ろ三つがね、やっぱダメなんですよ。うん、特に、特にですよ。<っ>特に僕は議員外,外交がすごくダメになってきてると思うね。うで、それは日本側にも、 え韓国をね、えー、と一生懸命何かやろうっていう、そういう議員さんが昔はたくさんいたんだけども、ええ、若い人、だいぶ減ってきてる、韓国というものよりも、例えばアメリカであったり、中国であったり、インドであったりね、外交ならそういうほうを向く若い人たちが増えてきて、韓国ってなかなか日本の議員でも減ってきたで、韓国もそうなんですよ、韓国もやっぱり古い韓国の国会議員の人、みんなね、日本語がしゃべれた。 それぐらい良かったんだけれど、ね、今はもう韓国もやっぱ世代交代してやっぱり日本に対しての例えば理解がないとかね、うん、そういう意味でこの議員外交っていうのがねやっぱ機能してないっていうのはね今回この問題がずっとあの徴用工組そ,それから慰安,慰安婦ですね、えー、そしてここまでこ,うこじれてきた。 僕は一つ背景があると思うんですね。うん、で、これね、まあ、いろんな評価がある議員さんだけど、<laughs> うん、山本一太さんって言いますよね。はい、ねあの人は今度、あの、県知事選挙に出るんだっつって参議院も出なくてね、もう国会から姿を消したんだけど、彼なんかものすごくね、個人的には韓国に熱心だったんですよ。そうん、ねうん、それでね、彼はほら、歌う国会議員なんて言われてね、<ー> <laughs> 自分で歌なんかも出したけど、はい 国会議員でありながら、しかも韓国に行ってね、議員外交しながら韓国で歌歌ってね、文化も一緒にやっちゃってね<ー>で、まあ。で、それがきっかけでなんかすごく何かが進んだかどうかっていうのは別としても、成果や能力とか、その結果は別としてもね、そういう議員さんいたんですよ。だからね、僕はやっぱりこの議員外交のやっぱりこう、甘さっていうかな。 その辺が、あの、一つ、この問題を、こじらしてる、一つの原因と思う。だから、各政党でね、今からでも遅くないから、議員外交やろうっていうのを必要。で、あとね、もう一つだけ、外務省のね、うん、まあ、OB の人が言ってたけど、この韓国の問題って、こじれてくると、実はね、みんな今、想像してないんだけど、オリンピックに影響するんじゃないかっていうね。はあ、つまり、オリンピックボイコットなんていうことを、言い出しかねないと。ね。 そうするとこれ韓国だけじゃないんですよ南北統一で合同チームで北朝鮮と今ずっと組んでるでしょうョンそうその時そうでしたねそう、はい、というこうは朝鮮半島がアジアであるオリンピックなのに朝鮮半島が参加するしないなんていう揉う事になってくる可能性もあるんですそ、ね、うそうそうふうにう、はい、ああそう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  あまあ、ある意味、弱、弱腰でね、あのー、はいはいってやればいい。そうじゃありませんよね。でもそういうこともひっくるめてね、この、まあ、交渉っていうのは、かなり複雑に難しくなってくる。だからこそ僕は思うんですよ。この前の G20 でね、こういう時こそね、首脳会談やればよかったなって30分でもいい。結論は出ませんよ、絶対。うん だけどなんか最悪の状態に一旦ブレーキはかかるって、そういうことはね、もしかしたらできたかもしれない。僕はあの G20 の時に、どうして日韓首脳やらないのかなって、僕は思ってた方なんですけどね。うん、だけどまあ、日本もやっぱりこの韓国にはね、譲るべきものを譲るけれども、したたかにやらなきゃいけないとか、やらなきゃいけないってことですからね。だからそういう意味じゃこの問題っていうのは非常に複雑。だけど一つ、とっかかりとしては僕は議員外交のところからやっていくっていうね。 これは一つの方法かなって気がしますけどね。はい。では続いて取り上げるニュースはこちらです。アメリカ軍がイラン沖の安全確保のため、有志連合結成の考えを示す。 6月にイラン沖のホルムズ海峡近くで起きた日本の海運会社タインカーへの砲撃を受けてアメリカ軍制服組トップのダンフォード統合参謀本部議長は9日民間船舶の安全を確保するため同盟国の軍と有志連合を結成する考えを示しました数週間以内に参加国を募る予定ですえ日本も何らかの対応を求められる 求められる可能性もありますがこの報道に関して、えー、野上官房副長官は昨日、えー、ホルムズ海峡における航行の安全を確保することは我が国の、えー、エネルギー安全保障上死活的に重要とした上でコメントは差し控えたいというふうふに述べましたこれ、実はちょっと外務省の、まあ、それなりの幹部の人と実は電話でちょっと話せましたで、ねえー、あのこういうこと言ってました。いやあの 来たかという感じがすると。で、実はやっぱり一番警戒していたのは、はい、その、まあ、日本政府がですよ。その外務省の幹部が言うには。えーえー、我々がその警戒してたのは、その、いわゆるアメリカがものすごくこう強硬姿勢になってきてますよね。うん、何らかの形で、まあ、日本が巻き込まれると言うとちょっと変だけれども、まあ、 ああそういう状況になってくるのが一番、うん、厳しいなと。うん、つまり、まあ、特に同,同盟関係だし、はい、今回ほら日本国籍のタンカーがやられてるってこともあるでしょ。えー、それで何もしないのかっていうことになる。うん、しかしじゃあ要するにじゃあ軍事的なね何かその協力をしていける、い,い,いくのかと。うん、これに対してはいろんなまた世論の問題も、まあ、もちろん出てくる。それからじゃあお金だけね。はい。あのそのいわゆるその有志連合ね。 お金だけ出せってこれはこれでまた問題が出てくるでしょう。だからまあ非常にこう安全保障のまあ問題にかかってきて。 まあ巻き込まれるようなことになれなければ、その手前で何かと思ってたけど、あやっぱり来たなという感じでしたね。うん、で、そういうふうに言ってました。だから、まあその、官房副長官が何も言えないっていうのは、まあその辺のやっぱり対応の難しさがありますよね。えー、だから、どうするのか。うん、で、これも全く見て見ぬふりもできない。だけど、か、かつてですね、やっぱりアメリカが、あの、イラクや,やった時にね、こ、この時も、 非常に日本難しい立場でしたよねだからそう,そういう意味では、ね、そういうどういう判断をするかまさにこれは政治決断ということになってきますけどねホルムズ海峡自体が、まあ、日本が輸入する原油のおよそ8割が通過しているというふうふにも言われていて、うん、もう日本にとっては大切なその C レーンでもで、ね、当事者なんですよ日本はねねそうですよだからそのいいんだけど例えばその有志連合いきなりやるからさあ軍事的になんか一緒にやれと、まあね、あのそれとそう外務省幹部言ってたの、ね、で。 やっぱトランプってそうなんだよねって言ってね。だって安倍さん、そのね、中裁役で行ったばっかりじゃないですか。ええー、ね。えー、で,ねで、その後にこういう状況になって、トランプ大統領とかアメリカがね、は、うん、有志連合やるからどど、もう同盟国だろう、なんていうね。うん、まあちょっと、まあトランプらしいってやらしいんだけどな、えー、と言いつつ頭を抱えてましたね。だからこれは非常に、まあこれからどういう決断をするかっていうところになってくるでしょうね。はい。はい 以上、おはようニュースネットワーク。この時間は、ジャーナリストの鈴木哲夫さんとお送りしました。お聞きの日本放送では、この後も鈴木哲夫さんとお送りします。時刻は7時27分です。日本放送、鈴木哲夫の OK、工事アップ。今朝は、お休み中の飯田工事アナウンサーに代わって、ジャーナリストの鈴木哲夫がお送りしています。はい。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いては、教えてニュースキーワードです。 ハンセン病患者家族への賠償を国に命じた熊本地裁の判決が控訴見送りとなったことを受けて政府が昨日元患者家族の救済に向けハンセン病保障法の改正を検討していることが分かりました あの鈴木さんは以前、はい、ハンセン病をテーマとしたドキュメンタリーを制作されたこともあるというちょうどね、私、MX テレビ、東京 MX テレビでね、あのまあ、編集長をやってたんですけども、はい、実は東京にもあの東村山っていうところに、前哨園っていうあの、ハンセン病の、まあ、施設があるんですね、うんまあ、ハンセン病の施設っていうよりは、もうはっきり言いますけど、ハンセン病患者を隔離する施設ですよ。 これね、うん、結局、その、このハンセン病っていうのは、あの、もちろん、あの、う、まあうつる病気だとかいろいろあって、最初の頃はあったもう、とうにね、薬は、できて、もう、治る病気だというふうに、もう、ずいぶんもう、昔なったんですね。えー、1960年に WTO が隔離を否定する、その見解というのを出したと。1960年ですよ。はい。うん。だから今からもう、何年だ ?60 年ぐらい前でしょ、うん、ね。で、 ところがね、やっぱり日本政府って最初にこのハンセン病を隔離したんです。施設を作ってそこに閉じ込めて、ね。はいえー、で、えー、これはもう大変な病気だという印象を作っちゃったわけね。で、結局そのおっしゃったように60年に WTO はそういうふうに言ったけれども、日本でこの、まあ、俗に来予防法って言うんだけど、これがね、廃止されたのは1996年ですよ。はい。 つまりね、何してきたのっていうね、うん、感じなんです。でね、特にこの患者はもちろん苦しい思いしたけども、実は、 家族ももうそれ以上に苦しい思いをしてきたわけね。例えばね、家族の中でそのハンセン病の、まあ、患者が出たとすると、例えば、えー、息子たちのうち長男がなったとするとね、もうとにかくあの家からハンセン病が出たって言って隣近所からもう白い目で見られる。でもう実はその患者を実は隔離施設に置いて、でもう縁まで切らなきゃいけないとかね。はい で、もうとにかく隠し続けて、で、家族も差別を受けてっていう、うん、実は家族が大変な思いをしてきたんですね。で,すねでね、あの、まあ、実は前哨園でね、語り部の平沢さんっていうね、反省病の患者、ご、あの、ご自身がね、うんはい、あの、ずっとこの差別を語ってこられてる方、僕、話も聞いたりしたんだけど、ね、えー、反省病の、まあ、患者の方で前哨園にいる人の、お母さんが亡くなったんですって、ね、うん、ふるさとで。はい。お母さんが死んじゃったん。帰りたいじゃないですか。はい。 だけど帰ると、あ、あそこの家族の、あは実はハンセン病患者がいたんだってバレちゃうから、う帰って、もう駅のホームからそのお墓が遠くに見えるんだって、それを見て、で黙って帰ってきたって言うんですね。家族も、要するに、もう、辛いけども縁を切る。はい、そして、患者はもちろん苦しむ。こんなことがずっと続いてた。だからね、熊本地裁の判決を画期的とみんな報じたけど、 画期的じゃないんですよ。当たり前なんですよ。遅すぎるぐらい。だから今回安倍さんが、あの、決断した。これは悪いことじゃありません。はい。だけど、これは異例でも何でもなくて、うん、当たり前のことです。えー、僕に言わせるとね。遅いぐらい。だからそういう意味ではこれからやっぱり法改正したり、じゃあ家族の救済ってっても、ものすごくたくさんいるから、じゃあどこまで入れるのか難しいけど、やらなきゃダメですよ。だって国が隔離政策して差別を作り出したんだから。 だからこれはね、やっぱり大変とか言ってる話じゃなくて、うん、やって当たり前そういう認識を持ってほしいいなと思いますね、はいえー。今朝の教えてニュースキーワードハンセン病保障法改正を取り上げました。 メールいただいています。横須賀市にお住まいの原ペコユうさん。カンポの不適切契約の報道が連日続いています。民営化になる前から国民が安心して利用していたカンポですが、私も利用しているだけに大変驚きました。やはり考えられるのは民営化になってからの過酷な営業体質ではないですか競争のために営業目標を高めて本来のお客様のためではなく、社員のノルマのためになってしまった。それと手当目的も昔からの習慣が抜けないのでしょうか 民営化で良くなったものもあるでしょうけどやっぱりまずかったっていうねあのおっしゃる通りそういう部分もあるでしょうねこれやっぱりねあの普通の,あのまあ民間の保険会社ではねあのやるような例えば仕組みとか取られてないとかねからやっぱこういうことが起きるやっぱりこの経営者の感覚の甘さとかね<ー>こういうのはやっぱねなんか民営化したんだけど体質はなんか,なんか残ってるようなね そういうところがあると思いますね。その辺もやっぱり僕は課題、これ民営がどうだったのっていうところも問われますよね、うんはいえ。お送りしているのは、鈴木哲夫の OK 工事ヤップです。時刻は7時43分です。今朝はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、ジャーナリストの鈴木哲夫と、日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしています。それでは 最後は鈴木さんのいつも飯田アナウンサーがこう叫んでいるここが一番緊張します本当ですかいや <laughs> まあちょっと気合を入れて一つお願いしますましはい <laughs> それではここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ東京オリンピックまで間もなく1年都庁で聖火リレートーチの展示始まる 来年行われる東京オリンピック、聖火リレーまでは1年となった昨日、オリンピック・パラリンピックの聖火リレーで用いるトーチの展示が東京都庁第一本庁舎で始まりました。聖火リレーのランナーは現在都道府県などで募集されており、本番ではおよそ1万人が全国をかける予定です。 えー、聖火リレーまであと1年ということで、来年2020年の7月10日が聖火リレー始まるということで、東京オリンピックの開会式は7月24日、パラリンピックの開会式は8月25日です。はい。はい、そのパラリンピックの方をね、うん、ちょっと今日取り上げたいなと思ってまして、ええ、あのー、まあ、 これはもう障害がある方たちの,、ね、あのスポーツ世界中から集まってということで、えー、まあ非常にこうもちろん感動的だしね、あのー、やっぱ盛んに今盛り上げようとみんなしてますけどもね、うんはい、なんかちょっとね、あのー、僕その盛り上げるだけでいいのかなって。 って思うんですよ。って言うのはね、えー、あの、実は、まあ、私、あの、もともと社会部記者ですから。あの、まあ、ずっと社会ネタでやってきたんだけど。もうね、三十、今から五年前。はい、新庄さん、生まれてないよね。そうですね <laughs> そで。その頃にね、私、駆け出しのテレビの報道記者の時に。これ、よく話するんですけどね。あの、車椅子テニス、日本で。はい、多分、僕は自負してるのは、日本で一番最初に。 障害者、車椅子テニス取り上げたの僕じゃないかって今でも思ってるんですけど、はい、35年前にね、あの、まあ私もテ,テニスのプレイヤーだったからってあったんだけど、はい、あるテニスクラブで車椅子の人が来てね、えーえー、壁打ちをしてるって言うんですよ。これはクラブの関係者の方が僕に連絡してくれて、指令だったんだけど、はい、こういう人いるよと車椅子で壁打ちのテニスやってるよって言うんですね。で、僕行ってみた。で、話をしたら、じゃそれは松尾清美さんというね、今も大学の先生やられてますけど、車椅子の いわゆる人だったんですね<え>で学生時代にテニスをやってたそれで交通事故があって下半身がダメになってそして車いす生活になった世界で実は車いすテニスっていうのが行われてる、うん、彼も実は事故に遭う前テニスずっとやってたんですね、はい、で車椅子もやりたいでも日本では誰もやってない、うん、このたまたまそこのテニスクラブはほらあのー、コートがねハードコートっていうか土じゃなくて壁打ちにだからできたんですよ<ー>で飛び込んできてやってたんですね で、これがね、実は車椅子の僕それニュースに取り上げたんだけども、そのね、あの、松尾さんというプレイヤーが言ってた、僕は二つのことをね、すごく印象的ずっとその後も35年間僕の一つの、その、障害者問題の柱になってるんだけど、一つはね、まあ、国際大会やりたい。車椅子のね。 実はこれ実現したんですよ。はい、今でも福岡の飯塚で国際車いすテニスカはいはい。これ最初ね、だからいろいろ仕掛けてやったんですよ。そうなんです,んです去年確か天皇杯と皇后杯が加視されましたよね、<ー>この大会は。で、これは実はきっかけ、世界大会やって。はい。だからいつで、まあでもやっぱりせ世界の,あの障害者スポーツというものを日本でやっていたいこれは一つの有名人。うん、もう一つはね、僕たちのスポーツっていうのはね、鈴木さんね、 どれだけ、例えば車椅子マラソン、車椅子バスケットで、うん、この車椅子テニスもね、必ず新聞で言うと、社会面にしか乗らないっていうんですよ。そうなんですよね。ねはい、スポーツ面に普通に乗る競技にしていきたい。うんはい、これね、ものすごく刺さったんです。うん、どういうことかっていうと、これ、障害者って日本は政治で言うとね、隔離してきたのね、はい、山の中に施設作って、うんでまあ、スロープつけて、やっとけばいい。うん、そうじゃなくて、 要するるにに障害者普普普通通通ののの中で普通の人と普通に暮らせるつまり共生って言ってもいいんだけどそれを象徴した言葉が多分普通にスポーツ面に乗るっていうことだと思うんですよ。でこれねやっぱ福祉の先進地って、まあ、例えばアメリカのちょっと例なんか僕は見に行ったんだけど、はい、日本はほら障害者の施設ってどっか山の中とかねどっかにこう作るで隔離しちゃうでしょ。ええ、だけどアメリカなんかはね本当にね商店街の まあ百貨店みたいなの,の横に、ね、施設があるんですよ、ええ、でそっからね車椅子の人出てくるでしょで別にスロープも何もないわけところが、はい、街行く人に「ソーリー」って言って手を貸してくれ、ええ、そうすると「あいいよ」って言って、うん、パッとこのダンサーを車椅子の人スっと手を貸してあげるうこういう社会だと思うんですよ、ええ、だからそういう意味ではね今度パラリンピックがあるけれども異様にね その障害者、スポーツが素晴らしいとかね、なんとかじゃなくて、普通の中でね、普通の生活なんか普通に受け入れて、そして、実は障害者の社会復帰とか共生っていうのはそういうことなんですよ、と。特別な施設やなんとかを作る。もちろんスロープとか大事ですよ、ええ、作んなきゃいけないんだけど、はい、そういうふうに普通に声をかけながら、それが共生じゃないか。そういうことをね、僕はいい、 きっかけになると思うんです今度の,あのパラリンピックっていうのは。世界中から障害のある方が来られてね。<え>でそういう人たちとはやっぱりそういうふうに接するっていうね。うん、僕はいい機会にすべきだと思う。だからなんか変に、変なこう美化したりっていうことじゃなくてね。うん それがレガシーじゃないかな。新業さんもだって障害者スポーツものすごく取材してるかわかるでしょう、はいえー。そうです。四五年ぐらいまあ取材させてもらっているんですけれども、うんうん、やっぱりもう選手の方おっしゃるのは最初は障害あるのによく頑張ってるねみたいな、うん、障害あるのにスポーツするのみたいな感じのこう感想を持たれる方が多いんだと。うんうん、でも一方で障害者スポーツっていうのはスポーツとして面白いんだっていう部分をもっと出していきたい。スポーツとして面白いし、例えば車いすテニスだったりバスケのその 独特のその車椅子のかっこよさだったり、義足も美しかったりするわけであって、そういう部分をもっとこう理解してほしいっていうのは、やっぱりいろいろなところで聞きますし、皆さん選手おっしゃるのは、ロンドンパラリンピックが最高だったっていうんですよね。で、ロンドンパラリンピックは開催する前からチケットがもうほとんどこう、もう完売状態になっていて、連日満席で、もうたくさんこういろんな観戦に包まれて競技することができて、イギリスのその街時代っていうのは石田 たみで決してこうバリアフリーとは言えないようなもうガタガタしますし、車いすの方だとでもあ何か困ったことあるんだったら手伝いましょうかっていう風にこう声をかけてくれるようなそういうこう優しさがあったんだとでそれ私リオ行った時もピョンチャンパラリンピックに行った時も必ずしも完全なバリアフリーではなくてあ間に合わなかったんだなっていう施設もいくつかあったんですけどでもなんかそういう風に当てずいますよみたいな風にこう声をかけるいわゆるそのハード面の部分のバリアフリーだけでなくて心の そこがねやっぱり共生社会ってことだと障害者とね一緒に暮らす社会だと僕は思うんですよ。でね障害者障害者って言うけど高齢化社会が進んでいったら高齢者だってね僕もそうだけどもう足が今痛くなってきたけど歩けないとかねそういう時代になってくるでしょ。これねだからそういう意味ではこのパラリンピックはそういうねおっしゃった心の部分でねこれがねレガシーになるんですよ。だからそこをねちょっと これ1年前だかかららもうう回みんななでで考、ねはい、私の考ええたどどいの私すけどね、はいえー、ここだけニューススクープアップ東京オリンピックまで間もなく1年都庁で聖火リレー当地の展示始まるというニュースを取り上げました時刻は7時52分です日本放送鈴木哲夫の OK 工事ーーアップあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですえー、ツイッターからいただきました桜 トボンさんからですかね。えー、ハンセン病について、理解がされない、正しく伝わらない、わからない、このことで広がる差別や偏見、多大な精神的苦痛を受けてこられたと思う、正しく知ること、聞いただけの情報を拡散しない、ハンセン病以外でも当てはまる要素はあるね、というふうにいただきました。いや、そうですね。うん、例えばハンセン病でね、よくほら、あの、 手がこうちょっとこう指がくっついてたりね、顔がこう、あの、少しこう崩れていたりとかそういうのあるでしょ、はい、ああ、あ、ハンセン病ってああいう病気かって思うけど、実はね、あの、ハンセン病って実は神経もやられる、えー、時があってね、と感じないんですよ。えー、と何が起きるかってね、これ僕平沢さんっていうその語り部の方に聞いたけどね、火鉢とか昔触るじゃない。うん、あの、そうすると熱いじゃないですか。熱、はい、いと思うけど、 神経が荒れてるから、熱いって分かんないくて、そのままやけどしちゃったりとか、だかそういう、その、二次的な、そういう、その、あるわけ。でも、それ見た瞬間に、いや、なんか病、病気なのってこう思っちゃうとか、この辺もね、やっぱ知識がないんですね。はい、だから、正しく理解して、そして何と言ってもね、やっぱり隔離して、あの、国が制度として、あの、隔離して差別していった。これはやっぱり国が責任を負う。これ、当たり前のことだから、うん、ぜひ、政権が強いんだったら、 どんどんや、逆にやれるじゃないですか。はい、だからやってほしいと僕は思いますね。はい。えー、たくさんのオピニオン、ありがとうございました。